上空からの様子画面下のカッチガイ湿地は塩分が多いので白く映っている。タール砂漠はインドラージャスターン州パキスタン東部にある砂漠でインダス川が砂漠の西方を流れ流域はインダス文明が栄えた。アラビア海との間にカッチガイ湿地がある。砂漠は南北6 5 0トル、東西3 6 0トル、面積は約20万平方キロメートル。 年間降水量は250ミリメートル以下。点在するオアシスにジョードプル、ピーカーネール、ジャイサルメールなどのオアシス都市が発展している。タール砂漠の一砂漠で唯一の川であるルニ川が南東部を流れカッチイ湿地に注ぐ。砂漠の管外可能な箇所には、総延長600キロメートルにも及ぶインディラガンディ、運河が流れ、運河付近では、管外農業がされているが、 水位上昇、塩分増加、農地水没といった影響も出ている。植生は、Y 星の有極植物が散在する程度となっている。ラージャスターン州は1970年代から石油の採掘が始まり、インド陸上の第三位地になっている。タール砂漠を渡る正体、インディラガンディーウンガ。ありがとうございます。